やる気ある？あります。じゃあ今日何歌おうって考えとかないと、はい、やっぱりやる気ないと、やっぱ立候補いるから、はい、あ、本当ですか？うん、歌に自信ある人いるから。そうですね、たくさん歌うまい方いらっしゃいますよね。うん、だからちゃんと今日の歌は考えといてほしい。はい、わ、かりました。で、何いく？今日ですか？うん、さっき歌えなかったカブトムシいきますか？あ、カブトムシ行くじゃあ、はいはい、あの少し背の高いから始めて2番から歌ってたから、はい、分かりました。いける？はい、うん、いきます。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂い誘われた私はカブトムシ。で、途中で笑うのやめて、本当に。ごめんなさい。なんか、はい、歌詞に歌に俺浸って、はいはい、やっぱ歌ってその世界に入っていく、はい、やっぱイメージしながら聞くから、そうですね、笑われたら本当舐めてんのかなっていうか。もう次笑ったら歌えて変えるわ次。あ、そうですね。いや本当自分の遊びじゃないんだよ。はい、自分の歌の下手さに笑ってしまって。いやいや、うまいから。 ありがとうございます。自信持ってよ、選ばれたんだから、はい、ありがとうございますね。で、俺、はい、あの遊びでやってないから配信、はい、真剣にやってるから、はい、やっぱ歌い手と、はい、歌い手として真剣に歌ってほしい、はい。わかりました。次何行く？次ですか？うん、そうですね、何がいいかな。松田聖子行く？松田聖子、はい、うん、じゃああなたに会いたくて歌います。いや違う、もっとポップなやつ。ポップなやつ、ポップなやつ、ポップなやつ。海っぽい曲。海っぽい、うん、海っぽい。あ、行きます。私の恋は、これなんだっけ、なんていう、赤いスイートピーか。南の風に乗って走るわ、花火とーん、あー、青い風、懐かしいな。あ、青い珊瑚礁ね。ちょっと浜崎あゆみ聞きたいな。あ、ひどい？じゃあ切るのやめるわ次から。あ、聞きたかった。でも1曲目歌う前から切るよりいいでしょ。聞きたかった。かゆかわさんはもううちのレギュラーだから引退させないよ。ありがとうね、花火。で、浜崎あゆみ、高田久美あたり練習してほしいな。うん。で、あとちょっとハードル上げるとちょっとモノマネ系ちょっと寄せて歌ってほしいかも。それちょっとかよかわさん宿題ね。うん。で、かよかわさん頑張ってるからなんかイベント やるなら無料アイテム流すわね。教えてくれたらね、 LINE で。うん、だからちょっとかよかわさん頑張ろう。うん、配信やってるからみんなフォローしてあげて。なかなか人がね来ない、苦しんでるから。俺こそいうね、かよかわさんの宣伝の意味も やってるんだよ。こうやってね、配信を頑張ってる人を、その自分なりの応援の仕方ってあるじゃん。うん。ただおもちゃにしてるだけじゃないんだよ。ちゃんとリスナーさん増えるように、うん、俺なりに
でやってるんだけどね、これまあ奥深いから配信してないと分かんないかもしれない、俺のこのこういう優しさはね。うん。愛子の妹オーディション、まあ、顔出ししてないからね、まあ、ラジオだからね、まあ伸びないかな今んとこ。うん、頑張ってね、かよかよさん、顔出しな。うん、人を集めたかったら顔出さないと。あ、もぐちゃんはね言っているね、もぐちゃん優しいもんな、いろんなとこ行ってな。うん、もぐちゃん、アイアンと俺どっちが好きなの、それだけ聞いとくわ、もぐちゃんに。見え見えもね、うん、俺はね結構複雑なんだよ。アーヤン好きだから応援するけど、リスナーがね、やっぱあの向こう優先しちゃうと寂しい気持ちもあるんだよ、うん、まあいいけどね、一生懸命応援してたらさ、あの向こうのリスナーっぽくなっちゃってさ、寂しいんだよ、うん、まあいいけど、うん、いや元気なくなってるっつうか1万円札しかないからコンビニがないと飲み物買えない飲み物を、うん、やらないんじゃないもう疲れたんじゃない、まあ毎日やってる、やれ、やった方がいいけどね、うん、あ、あやは好きなの？すげえ、喉がイガイガする。タヌキでディスられてアンチが、あー昨日の朝聞いたんだけど、日付変わって家でやった時にタヌキ枠でディスられまくって配信恐怖症になってるんだって。でもね、まあそういうことを言うと逆にもっとももうやめろ、面白がって叩かれちゃうからね、弱みをね見せると、うん、聞かないんじゃない、やっぱり前も人だからね、あの強がっててもあーやられたか、ちょっとやばいな、やっぱ眉はもっと大きい配信者にするからやっぱり無理させすぎちゃうとメンタルが潰れるか、ちょっと休ませるか、うん、やっぱ通常枠で、あとはタヌキもポンポン連投ブロックして、あとタヌキでもリスナーがちょっと擁護するように連投はブロックしてくれたらまだいけるんじゃない、うん、だって俺タヌキで知らんがなしかブロック入れてないじゃん、でも荒れてないからね今俺が荒れてないってことは眉でもできるよ、眉でもできると思うね、うん、
別れてナイス集めるからやんって、だったら今も別れてることないって話。なんで最終日前に復縁したのって話なんだよ。つまり本当に喧嘩して本当に復縁してるだけっていうのがわかるでしょう。しかも眉のとこのリスナーっていうのは女性が多いから、彼氏がいようと大して影響ないんだよ。多分今眉のリスナーがいたら普通に眉ちゃんが好きなんだよ。彼氏がいようといまいと変わんないんだよ大して。うん、多分ね、マヨリスは。俺は多少影響があるかもしれないけど、うん、2位まで23万さ、うん、ああいきなりね、やっぱ1000人以上はね、確かにね。でもいきなり1000人以上になれちゃうと、急に100人ぐらいになってもねきついんだよ。俺配信始めて700人とか来てたんだよ。でそっからねかそっちゃってね、辛かったな。そしたら700人ぐらいがもう20人ぐらいまで落ちちゃって、そっからね3ヶ月がねきつかったな。偉そうで深いって、配信者ってさ、例えば何百人っていたらさ、喋ってるのは一人じゃん。普通に喋ってても結構偉そうなわけよ。うん、普通に気使わず喋ってるだけで、友達に喋ってるみたいで偉そうじゃん。それって仕方ないよ、うん、そんなこと言ったら、うん、俺もそうだけどね。そんなことをいちいちネットで求めてる自体間違ってるんだよ、偉そうとか、うん、そんなことをね配信者に求めてる時点でお行儀のいい枠行きな。あー、センスあります。50の時スロット配信とかやってたんで、閲覧100人ぐらいで、でコツ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 ねやってたんだよ。でもふわっち始めても1年でそれなりに結果出たけどね。俺やっぱ思うね、1年やって無理だったら無理だと思うね。多分ね閲覧関係なくねアイテム飛ぶ人とかも1年以内に結果出てると思うよ。うん、配信始めて1年以内で結果出ない人は多分ね何年やっても無理じゃない、分からんけど、どうだろう、うん、政治はまあ下積み長いからね。ジャグラーうまいんだよ、俺スロットうまいんだよ、こう見えて。今どの辺、うるせえなお前、しつけんだよ。じゃあちょっとコンビニ行ってくるわ。つか画質悪くない、なんか ぼやけてないか、俺だけ、なんか光がおかしいのか。治ったねえ、言ってよぼやけてるなら。ずっとぼやけてたでしょ、なんで言わないの。レンズが汚れてるじゃん、悪かった、ね、俺の配信が画質悪いってないから、それはちゃんと言わなきゃダメ。俺ね画質綺麗なはずなんだよ、いつもこんだけ変わるんだよ、言わないと、違和感感じないと。画質ごめん、押せんだよ。